中国に羽柴、北陸に柴田、四国に丹羽、関東に滝川。信長は本格的に天下統一に乗り出したようだね。おかげで信長周辺、京のあたりの警備はザルだ。それと毛利との話もまとまったよ。兵を挙げれば援軍をよこしてくれるはずだ。あとは丹波の明智殿だが、それに関してはお宅に考えがあるんだろう。これでお膳立ては整ったというわけだ。すべてお宅の計算通りと。信長は術中、あの言葉は嘘じゃなかったわけだ、松永殿。宗則、協力感謝する。礼としてお主に見せてやろう、悪が運命を凌駕する瞬間をな。久秀は生きていた。大和八木浦将に身を潜め、じっと待っていたのである。信長の油断を、信長周辺の警備が手薄になる瞬間を。久秀討伐後、本格的な天下平定に乗り出した信長は、重臣羽柴秀吉を毛利、柴田勝家を上杉討伐に派遣。信長の滞在する京本能寺にはわずかな手勢しか残っていなかった。久秀はこの機に織田の攻勢に苦しむ毛利と手を組み、信長を討って天下の運命を手に入れようとする。全てを織田家の中心、明智光秀の仕業に見せかけて。反逆の将、新説本能寺の変。ようやくこれまでの茶番が実ったわ。信長が、光秀が、天下すべてが、松永久秀という大悪党を忘れておる。だが悪は滅びぬ。敵は本能寺にあり。よし、時は今。卑怯門の旗を掲げよう。光秀が謀反したと思わせるのだ。本能寺周辺の地理も把握済みか。恐れ入ったね。開門。明智軍を迎撃します。信長様には一兵も近づけさせない。開門。本能寺と二条城から敵が出てきたね。連携はほぼ立っているから確実に動く。戦場中央の混乱に押し入れよ。敵は崩れている。畳みかけてもいいんじゃないかね。
こじ開けよ。貞勝は明覚寺より京を抜け、増援を呼べ。開門。圧倒水産。生きて出られては困るのでな。門から出すな。逃がせば我が輩の負けだ。二条城も押さえて本能寺を包囲したいわ。信忠ちゃんが怖がって出てきてくれないんだ。二条城につながる隠し通路もあるんだろ。それを使えばいいんじゃないかな。さすがは元ね、この大悪党。悪知恵が湯水のごとく浮かぶな。焦らせるなよ。今夜の真相は全て闇に葬る。これまで。増援は必ず来てくれる。侵入路を確保しておくんだ。無駄な努力を速攻で封鎖してやる。毛利も柳生も大事な戦力。奴らの力なくば我が輩の計画は達成できん。光秀には信長が危ないと書状を送った。まだ一歩目で飛んでくるだろう。私は本能寺。アクアカツ、アクアサクレタ。パレシア久秀の関係止めてみせる。開門。しかしここは危ない。
あなたは逃げて世に真実を伝えてください。チュウ、頑張るじゃ。久秀の悪行必ず後世に伝えるのじゃ。開門。体勢を立て直します。信長様は必ず守ってみせる。光秀を逃がしたか。だが奴は必ず来る。その時こそ謀反人として討たれてもらわねば。お娘がおとなしくなったか。踏んじまって適当な箱に詰めておけ。八方水さん、なぜ松永久美殿がここに。まさか真の謀反人は松永。死んじゃった。じゃあ仕方ない。覚悟してもらうぞ、はい、ランバルグ。おもれ久秀大悪と。おほんにあずかり光栄だ。大好きな信長もすぐ送るから安心せい。明智軍は仲間割れを起こしているのか。今のうちに援軍を呼ぼう。開門。この後に及んで逃がしてたまるか。おい、奴らを生かせば我が軍のためじゃ。ゾウムゾウめ、お呼びでないわ。残るは信長のみ。いざ石印頂戴戦開門。残念ね、そうはいかないの。姫様、私も共に信長様を守ります。天も竹縄か。まとめて始末してくれるわ。ちまずい、急げ、逃がしてはならん。急げ！
の人、また許すわよ。出せたな、信長。今こそ貴様の運命を燃やし尽くしてやるぞ。よい、楽しもうぞ、久秀。開門。アクロス栄えた試し合い。ぬるいぞ久秀、その程度では信長の運命は燃えぬ。久秀、この信長をたばかりほふったか。許す。最後まで強がりよって無価値。